生命と氷炭は、志賀直也の短編小説。1913年、読売新聞に発表された。氷炭をこよなく愛する少年と、その価値観がわからない大人たちの作品である。生命は12歳の小学生。氷炭に熱中していて、しきりに氷炭を磨いては、飽きずに眺めている。しかし父は、子供のくせにと心よく思っていなかった。 生米は、古久子に、興味はなく平凡なものばかり集めるので、父を訪ねてきた客はもっと奇抜な氷炭を集めろと、言い、馬金の氷炭を褒める。それに対し生米は、あの氷炭は、面白くないと反論し、父を怒らせてしまう。ある日、いつもは見慣れない場所に、屋台が出され、氷炭が20ほど売られているのを見つける。 その中に震えるほどの見事な氷炭を発見した、生米は、それを10銭で購入する。それから生米はその氷炭に夢中になり、学校に持ち込んで終身の授業中にまで磨き続け、とうとう担任の教員に見つかってしまう。教員は氷炭を取り上げ、生米の家に乗り込んでまで説教する。父は激怒し、生米を殴りつけた挙句。 ひょを一つ残らず言脳で割ってしまう。一方、取り上げられたひょは、教員から、小遣いの手に移り、小遣いは骨董屋に持ち込む。すると骨董屋は、はじめ5円の値をつけ、最終的にそのひょは、小遣いの給与4ヶ月分に当たる50円で、買い取られた。小遣いはそれを誰にも口外しなかったが、骨董屋がそのひょを、 とある豪華に600円で売ったことを知る者は誰もいない。兵衛は、その後、絵を描くことに熱中する。しかし父は、絵にも小言を言い出すのだった。兵衛主人公。12歳でまだ小学校に通っている。氷炭に熱中後、絵を描くことに熱中。兵衛という名の、清は、清らかさを表していて、兵衛が純粋な人物であることを示している。 西米の父、大育。西米に厳しく、氷炭を、弦のよで割れる。春の品評会に参加。西米の母、教員から西米のことを注意され、泣く。客、西米の父を訪ねてきた。奇抜な氷炭を好む。春の品評会に参加。特等のじいさん、西米に氷炭と見間違われる。ばあさん、西米に十銭で氷炭を売る。 他の子供、兵衛は氷炭に熱中しているため、遊ばない。クモエモ門を運動場で歌うが、教員はクモエモ門を好んでいるため、教員からそれほど怒られない。教員、小学校の教員。よそから来ている。時間中に氷炭を磨いていた兵衛に対し、厳しく注意し、氷炭を取り上げる。小遣いに氷炭を渡す。小遣い、小学校の小遣い。年寄り。 賢い男で教員から受け取った氷炭を骨董屋に5円ではなく50円で売る骨董屋小遣いから買った氷炭を地方の豪華に600円で売りつける地方の豪華骨董屋から氷炭を600円で売りつけられる季節は主に冬である干し柿、みかん、こたつという言葉で冬を示している春から冬になっても氷炭に熱中し続けていることを 示し、生命は飽きやすい性格ではないことを表している。自分から飽きて熱中するのをやめたのではなく、周囲の大人たちによって抑圧され、やめざるを得なかったのである。作品の主題は、大人は自分の価値観でしかものを判断できず、子供の個性を抑圧する。しかし抑えつけられても子供はその個性をまた別のところで伸ばしていくというところにあると言われ、 他の滋賀の初期作品同様不死の対立が根底にある。また、滋賀本人が尾道にいた頃船の中で聞いた話が題材となっており、滋賀の経験が多分に含まれている作品でもある。